はい、それではお待たせしました。はい、ナインティーン勝負のスタートいたします。ございます。椎名選手、今日、予選トップ、大会みたいですね、予選トップですけど今日の調子はいかがですか？今日は、みんなドキ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 、3ゲーム優勝しますけど調子はいい方ですか？そうですね、いい方で、はい。ちなみに、ボーリング歴って何年ぐらいですか？10年ほどですね。10年ぐらい。じゃあ、ね、ずっとこちらのボーリング場で。そうですね。はい、じゃあ今日の、意気込みを、内定って2フレしかない勝負なんですけど、あちらに向かって意気込みお願いします。プロに勝ちたいですね。おー、素晴らしい。はい、見事、加藤プロに勝つと、こちら、お米。はい、お米。勝つと。はい、はい、頑張っていただきます。よろしくお願いします。はい、お願いします。椎名さん、先に投げますか、後に投げますか、どっちがいいですか？僕が先に、見本はい。見本になるかわからないですけど、先に行きます。はい。それでは、加藤プロからスタートということで、さっきピン、ぶつけたとこですね。オープニングでピンぶつけたレーンですね。あ、ピンぶつけたレーン、はい、ぶつけないようにちなみにボールは新しいボールです。あ、ハニーバジャーインテンシティっていう、はい、15ポンドですか？15ポンドです、はい、これ今すごい YouTube でね、めっちゃいいボールって言ってますよね。はい、はい、あ、買いました。あ、本当ですか？ありがとうございます。コスパが高いボールなんで、はい、いいですか、投げても。はい、それでは行きましょう。はい、プロの勝率 25% なんでさあ、加藤プロ投げました。お、ちょっと、これは9本、2番ピンが残りました。少し薄めの感じだったのかな。はい。それでは次、9番レーンにて椎名選手の一投です。皆様ご注目ください。さあ、投げました。どうだ？あー！おっと！4番、6番、7番。ちょっと今の一投は失投だったんですかね。少し内側緊張がね力入っちゃいましたね。はい、加藤プロの9本になるのか。おっと、やや左でしたけど、はい、分かりました。はい、9本スペアです。椎名選手の9プレ2投目の投球です。さあ、こちらも落ち着いて2本カバーしました。どんまいどんまい。さあ、はい、ここで次の加藤プロの1投目で結構大事になってくるんですね。大事ですね。はい、はい、椎名さんがパンチアウトしたら勝てるようにしますから。お、はい、なんかワンチャンスがあるみたいなこと言ってくれましたね。さあ、加藤プロ、テンプレ1投目。綺麗にストライク。大丈夫です、大丈夫です、ストライクですよ。椎名選手、テンプレ10番で1投です。立ち位置は15枚、10枚目を綺麗に投げました。どうだ、おっ、ちょっと取られてるんで無意識に緊張するんですよ。緊張しますよ、ね、はい、一回やりたいさあ、加藤プロ、テンフレ2投目。おーっと、薄めだったけど2番8番流れて倒れましたね。10番ピンが残りました。写真の選手、こちらスペアになるか。どうだ、ちょっと内側が届け、惜しい、惜しい。さあ、じゃあこちらの内定、加藤
プロ前回負けちゃったけど今回勝ちます。やったー。ダイナミックに綺麗に伝説です。皆さん加藤プロに拍手お願いします。ありがとうございます。シーナさんすいません。はい、はい、ということでこれは加藤プロにあげたい。あ、いただけるんですか。嘘です。あ、嘘です。椎名選手に残念賞ということで、はい、残念賞、はい、スパルト南アルプス店より納めに来た当選です。おめでとうございます。椎名選手、こちらに最後一言お願いします。椎名さん、はい、対戦してみてどうでした。やはりね、はいはい、こっち向いて。ドキドキって。そうですよね、緊張しますよね。加藤プロは今回南アルプス戦で2回目でしたけど、あの緊張せずに投げれました。大丈夫でした今回は。はい、はい、ということで、午前の部か、うん、はい、内定勝負椎名選手は優勝、そして内定勝負は加藤プロの勝ちということで、今のところ南アルプス戦は1勝1敗。違います、1勝2敗ですよ。1勝2敗か、はい、そっか、午後の部もあるからね。そうなんです。1勝2敗ということで、はい、午後の部の加藤プロも楽しみですね、はい、ぜひお時間ある方またご参加ください。それでは、午前の部これにて終了いたします。皆さんありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。